はい、皆さんこんにちは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が亡くなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、全国的にね、またね、新型ウイルスがね、またね、この増えてきてるんですよね。でこのまま対策しなければね、さらにこう増強していって、増強じゃないな、急増していってですね、第3波が訪れてしまいます。でしまいにはね、その GoTo トラベルからね、こう除外される観光地っていうのがね、出てきてしまうことになりますからね、とね、政府は言ってます。そんな状況の中、リモートワークやね、このステイホームっていうやつによってですね、あの高尿酸値血症とかね、痛風の患者さんがね、この3割以上もね、あの今増えてるらしいんですよ。これはね、もう放っておくとですね、まあ、この痛風をね、この繰り返すばっかりだけじゃなくてですね、あの腎不全をね、引き起こしてね、まあ、透析の治療がね、必要となるケースがね、あります。で、これっていうのがですね、まあ、あの巣ごもり生活っていうやつをね、今まで皆さんしてたわけじゃないですか。そのために受診控え、受診理解っていうのがね、あったと思われる、その4月から7月の期間でですね、あの高尿酸値血症とか痛風のね、増加がね、すごい明らかになってるんですよ。だから受診控えが原因なんでしょうね。このね、この長期の自粛生活によってですね、体重が増えている方がですね、ちょっと多くてですね、尿酸値が上がりやすい状況になっています。肥満の人とかね、その内臓脂肪の多い人っていうのはね、血糖値を下げるホルモンであるそのインスリンの効きが悪くなるためにですね、インスリンの分泌が多くなります。で、このインスリンっていうのは、この尿酸をね、排泄しにくくする働きがあるためにですね、尿酸値がガッとね、上がりやすくなるわけなんですよ。怖いですよね。この前にもね、お話ししましたけども、その自粛生活でのね、その飲酒が増えたりね、その不規則な食生活もね、尿酸値がね、上昇してしまう原因になりやすいんですわ。僕はね、今のところはですね、お酒を飲めない体ですし、まあ、ちょっとはね、飲みたいとは思いますけども、まあ飲めない体と制限のある食生活もあるからなんですけども、でもさらにそこから自分なりにその食事にもさらに制限をかけているんでね、それがね、功を奏してますので、血糖値が上がってとか、インスリンの分泌が多くなったりとか、まあ、こんな時期でもね、まあそこまで気にはしてないんですけども、でもそれでも気は抜けませんので、まあ、情報はね、しっかり取り入れなければね、僕自身もね、いきません。で、どんな体の状態であってもですね、尿酸の生成とか排泄のバランスがね、悪くなると乱れてしまうとですね、高尿酸血症になってしまいます。ちなみにね、その尿酸っていうのは、あのプリン体っていう言葉をね、よく聞くと思うんですけども、そのプリン体という物質が体の中で分解されてできる燃えかすなんですよね、尿酸っていうのは。で、プリン体っていうのは、あの運動をしたりとか臓器を動かしたりするためのエネルギー物質のことで、常に体の中で作られております。で、細胞にはですね、遺伝子情報を、ね、伝える役割を持つね、核酸という物質があるんですけども、その核酸の構成成分もプリン体なんです。なのでね、その古くなった細胞で分解する新陳代謝の過程で、この核酸からプリン体が出てきます。そしてね、プリン体というのはね、この細胞というものの中にあるものなので、動物の細胞であったり植物の細胞であったり、いずれの食品からでもその体の中には入ってきます。ほんで、これらのプリン体っていうのは主にその肝臓でね、分解されて、まあ、一時的になんですけども、体の中にね、溜め込まれた後にですね、尿や便としてね、排泄されます。で、このように大切な役割を果たしているので、プリン体は別にね、悪者ってわけじゃないんですよ。しかし、そのプリン体のね、燃えかすであるね、尿酸の生成とかね、排泄のバランスが乱れてしまうと、尿酸値がガッと高くなって高尿酸血症になってしまうんです。これは避けなければいけません。そしてね、そのままね、あの尿酸値がガッと高い状態にしておくとですね、その血管の中で炎症を起こしやすくなるんですよ。これは大問題です。炎症によってね、動脈硬化が進行したり、心筋梗塞や脳梗塞のリスクにつながります。では、どうやって高尿酸血症を避けるのかと言いますとですね、まあ、その方はすごく簡単で、食べ過ぎない、飲み過ぎないが一番の対策です。あのプリン体のね、過剰摂取というのがですね、尿酸値の上昇の理由の一つでございます。
尿酸値の高い人やね、肥満を気にしている人っていうのは、今のうちから体に良いとされているレバーや魚介類、まあ、肉類などのね、プリン体の多い食材をなるべく取らないようにした方がいいんです。食べ過ぎを控えて、腹始めをね、心がければ、まあ、自然にね、プリン体の摂取をね、抑えられているはずです。だからね、そんな中でやっぱバランスの取れた食生活をしましょうってね、やっぱよく言うじゃないですか。で、僕も言いたいんですけども、でもね、そのね、バランスって言われても、どれがどんなバランスの取り方がいいバランスなのってなりません？僕はずっとなってました。ずっと気にしてました。で、しかも、今の自分が僕がね、バランスのいい食事を取れてるかどうかもね、わかりません。その自分は取ってるつもりでも、専門家やね、その管理栄養士さんからしたら、全然取れてへんがなって言われるかもしれません。なのでね、僕が気にしてやってるそのバランスというのはですね、好きなものばっかり食べないということを心がけて、そんなに好きじゃないものも食べてます。ということなんですよ。でもまあね、特に嫌いなもんなんてないんですけども、いつもね、自分で料理してるので、食材をね、そのまあ材料を奥さんにスーパーで買いに行ってもらってる時に、ちょっとリクエストしてる感じですね。まあそんな中でもね、まあ主に野菜が多くなりました。葉野菜かな、葉野菜が多くなりましたね。で、退院するまでにね、そのチンゲン菜とか小松菜とかね、あんま食べた記憶がありませんでしたね。それまではもうただただ出されたものを食べてるっていうだけで、そのまあ野菜の種類なんてね、ほんまにね、意識してなかったんです。例えば外食するときなんかね、そのまあ肉肉しいものばっかり注文して食べてましたし、ファーストフードも食べてましたしね。で、家で食べるときっていうのも、追いソース、追いマヨネーズ、追い味噌、追いガッツゴ、追いガッツゴじゃないわ、追い塩、追い砂糖がね、当たり前でしたね。もう今では、もう考えられません。まとめますと、僕の食生活は追い調味料をやめて野菜が多くなったということなんです。ちなみにこれはね、ずっと見てくれてる人なら知ってくれてますけども、自分が食べるおかずを調理する時っていうのはね、調味料を使ってないんですよ。野菜、肉、魚をね、茹でるか蒸すか焼くだけなんです。それがね、僕なりのね、バランスの取り方です。家族のおかずはもちろんね、味付けはしますよ。砂糖もね、醤油もね、みりんとかもね、酒物とかも入れますし、味噌も入れますし、じゃないとね、誰も食べてくれませんのでね、ね、皆さんにね、僕の真似をしてくださいとは言いませんけども、もしね、追い調味料をしているなら、一度ね、それを立ってみてはいかがでしょうかね。まあ今日はね、高尿酸値血症の対策としてですね、バランスの良い食事というのを、まあ僕なりのやり方でお話しさせていただきましたけども、次回はね、尿酸値を下げる働きのある食べ物、飲み物っていうのをそれぞれね、紹介していきます。そんな感じで今日は以上になります。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。